はい、こんばんは、青い彗星です。いつも動画をご視聴いただき誠にありがとうございます。まずはここ数日ですね、動画のアップを少しお休みさせていただいていたんですけども、その理由が経理財務スキル検定というですね、通称ファストと言われる、試験というか、検定があるんですけども、それを受験するためにですね、勉強等もあって、少しですね、お休みをさせていただいておりましたけども、先週末ですね、皆様からの応援もありましてですね、無事クリアすることができました。本当にですね、コメントいただけた皆さん本当にありがとうございました。でこれからはですね、動画を作る時間も確保できますので、今後もですね頑張っていきたいなと思っておりますので、引き続き応援、またコメントとかですね、いいねよろしくお願いいたします。でまた前回の動画でもですね、少し話をしたんですけども、父親からもらったですね、デイトジャストですが、こちらですね、無事修理から帰ってきました。こちらですね。はい。ということで、現在ですね、元気に動いております。ただやっぱり流図回してですね、調整するとまた抜けちゃうんじゃないかって、ちょっと怖くてですね、流図で時間調整するのが怖いので、現在1日おきに使用してですね、今のところまだ流図を使って、時間調整していないというような状況になっております。はい、というのは今の状況です。で今回の動画なんですけども、久しぶりの投稿ということもありますので、ちょっと少しですね短めの、簡単なですね動画にさせていただきたいなと思ってまして、で今回ですね、少し前にですね、実は時計を購入しました。なので、それについてですね、少し紹介をさせていただこうかなと思ってます。はい。で、今回ですね、実は購入した腕時計がですね、こちらになります。うん、はい。ちょっと見えますね。はい。ということで、オープンしていこうと思います。成功ですね。はい、見えてる通り、成功の時計なんですけども。はい、で、今回購入した時計がこちらになります。ということで、これ見えませんけども、はい、こちらですね。ここにあるんですけども、はい、セイコーのプロスペック、SBDC117 というのがモデル番号になるんですけども、セイコープロスペックアルピニストとこういう時計になります。はい、で、このモデルなんですけど、巷ではですね、このアルピニストというのが和製エクスプローラーと言われている時計みたいで、名前からも分かる通りですね、やっぱり登山者とか、やっぱり山登りをされている方とかですね、そういう方をターゲットにしているような時計のようです。で、これ見るとですね、文字盤のこの時間のところはですね、偶数がこう数字になってるんですけど、ロレックスのエクスプローラーは、369のところはですね、これに似たような数字で描かれてるんですけども、こちらのですね、アルピニストについては、この偶数のところの時間帯がですね、こういうふうに数字で、になっているというふうなモデルになっております。で、これまでですね、アルピニストは、皆さんご存知の方いらっしゃるかと思うんですけど、緑系のですね、文字盤というのがやっぱ主流というか、カラーデザインだったんですけども、近年いろんなデザインがですね、結構登場してまして、実はこれ以外にですね、直近で発売されているケースがですね、ここのケースがですね、ゴールドで、多分緑で、あとブラウンかなんかの、革ベルトがついてるですね、モデルもあってですね、ちょっとそれと今回これ悩んだんですけども、やっぱりこの好きな色、私のマイカラーであるブルーですね、の文字盤がいいなっていうところと、あとケースサイズがこれ、後ほどちょっと外観のですね、スペックとかの話をするんですけど、38ミリなんですね。ということで、少し小さめだということで、私は少し40ミリ以下ぐらいのモデルが欲しいなと思ったので、こちらに決めました。ちなみにそのさっきのゴールドのケースになってるやつは42、3ミリで、ケースのこの厚みも結構厚いくてですね、ちょっとつきづらいなと思ってですね、今回こちらの方を選ばさせていただきました。で、今年に入ってですね、かなりの数ですね、ロレックスとかですね、中ドルのですね、中古とか含めてですね、
かなりの数の時計購入してるんですけども、まあ、なんでまた買ったんかっていう話にはなると思うんですが、あのたまたま休日ですね、まあ、深夜、これやっぱ見ちゃいけないですね、休日の深夜とかの、 あのショッピング系のテレビとか見ちゃダメなんですけど、買いたくなっちゃうんですけど、私もたまたまですね、ヨドバシカメラの、 あのサイトでですね、ガンプラをこう、趣味のガンプラを見てたんですけども、そしたらですね、あの時計がこうの目に入ってしまって、あ、そういえばなんかいい時計あんのかなと思って、こういろいろ見てて、あ、セイコーとかちょっと見てようかな、見てみようかなと思ったらですね、この時計がですね載ってまして、でこれ定価77,000円なんですけども、私が買った、まあ、もう1週間か2週間ぐらい前だと思うんですけど、実はあの当時今も多分なってると思うんですけど、66,000円、11,000円引きになってたんですね。でさらにヨドバシだとポイントが 10% つくので6,600円、まあその実質だから60,000円弱ぐらいで、まあ、これを購入することが、まあ、できるということ で、 でさらに僕はあのガンプラをヨドバシで結構買ってるので、サイトでポイントも結構溜まってて2万ポイントぐらいあったんですかね、まあ、それも使ってですね、もう実質4万弱ぐらいでこれを購入したという形になります。まあ、あの少しですね、あの、まあね、4万とか7万が安いかどうかと言われると結構高いとは思うんですけども、まあ、僕が持ってるロレックスとか他の時計に比べたらですね、あの少しいい価格的にも安くて、もう少しあのガシガシですね、まあ、いろんなところで使える時計が欲しいなということで、今回あのこちらの購入に決めました。でまだですねちょっとつけていないので、使用後のレビューとか別途ちょっと行わさせていただきますけども、今回あのまず外観だけですね少しお話をさせていただこうかなと思います。で先ほど言った通りですね、このケースサイズなんですけども 38mm ですね、ということで、あの大きすぎずですね、良いサイズ感かなと思いました。で、まあ、こちらがですね、ロレックスのこれ 36mm ですね、でこれが 38mm ということなので、まあ、そんなに遜色ない大きさですね、ちょうどいいかなと思います。まあ、ちょっと実際につけてみたいと思うんですけども、はい、こんな感じですね。あの日本人のですね、まあ、腕には多分ちょうどいいぐらいの大きさかなという感じですね。38mm ですね、はい、とってもいいサイズ感かなと思います。はい、で、まあ、これちょっとつけた今の感じでいくと、まあ、感触ですね、自分の体感でいけばですね、やっぱりあのロレックスのプロフェッショナルモデルとかと比べればですね、やっぱり軽いですね、ここのケースの本体部分がですね、こう振っても振った感じの感触がやっぱり軽く感じるかなと思います。はい、まあ、多分ベルトの影響もあるのかもしれないですけど、あの軽いなというふうに感じます。はい、であとですねちょっと外します。あ、そうですね、これですけども、まず文字盤のデザインなんですけど、ちょっとこれではちょっとこんな感じ分かると思うんですけど、ちょっとザラザラな感じというか、ちょっと星屑みたいな、分かんないですけどね、なんて表現していいのか分かんないですけど、ちょっとザラザラの加工になってですね、表面加工ですね、はい、になっているというところと、あとやっぱ青っていうところがですね非常に惹かれるなというところですね、かっこいい外観に僕はなっているというところですね。はい、でさっきちょっと話をしましたけど、ケースの厚みはですね 12.9mm ということで、まあ、13mm 弱ぐらいなんですけど、こちらのデイトジャストと比べると若干厚いかなっていうぐらいですかね、つけた感じ少し厚さを感じるぐらいなんですけど、まあ、そんなに違和感はないかなと思ってます。はい、であとやっぱ D バックルなんですね、これね、ちょっと初めて、この D バックルってやつ、ちょっと最初使い方分かんなかったんですけれども、まあそんなに違和感はないです、つけてて。はい、あと風防は、カーフサファイアガラスというものを採用されているということと、あと、まあ、それ以外のスペックで言えばですね、ここは20気圧防水、ということで、まあ、私は海にも行かないですし、時計つけて水とか触ったり扱ったりしないので、まあ、それぐらいで十分かなと思います。あとデザインのところで、まあ、裏付けですね、シースルバックになっているというモデルですね。はい、
成功って書いてありますけど、うん、はい、あとパワーリザーブは70時間ということで、まあなかなか、まあ最近の近年の、まあ、ロレックスとかも含めると、まあ、同じぐらいのスペックを持ってるんじゃないかなと思ってます。ただですね、やっぱ価格で言うとこれ、実質、まあ、定価7万7000円ですけど、僕が買ったのは、まあ、まあ、ポイント引けば6万円で買ってるようなものなので、なんですけども、それでもやっぱロレックスの10分の1から20分の1ぐらいの価格で、まあ、買えるということで、まあ、この価格帯でこのデザイン、機能性であればですね、もうかなりコスパが高いなというふうに感じました。はい、ということで、まずはですね、ちょっと本日から、まあ、1ヶ月ぐらい、まあ、週2か週3ぐらいのペースでですね、ちょっと使ってみて、集中的にですね、また皆さんにですね、使用後のレビューをちょっとさせていただければな、というふうに思います。はい、まあ、ぜひちょっと気になる方いらっしゃいましたらですね、まあ、コメントとか質問とか、まあ、こういうとこどうですかとかっていうのがあればですね、コメントいただければなと思いますし、なんか気になる方ですね、実際購入されてみてはどうかなと思います。ということで、本日の動画は以上となります。最後までご視聴いただき、誠にありがとうございました。